ね、そのイメージ持ってここのターンをスタートにずらすところを早く放り入れられるんだ。でちょっと人数が中途半端だからとりあえず2つでやってみて、でちょっと周りが悪かったら3つにするかもしれない。とりあえず2つで緑と黄色で、でボールに1個ずついきましょう。最初右回りでね、右回りでボール2個で、こっち緑のコーンから相手から離れてボール足元ピタッと止めて2個目でずらす、3個目でボール、でもうこんなところで待ってていいよ、もう1人2人ぐらい、はい、行こう、こんなところで待ってていいよ、このところで、どこ行こう、はよ、そうそうそう、待ってていいよ、待ってこの強いボール、もうクラッシュ必要ないからこのまま入れられるけど、今はちょっと降りてきた状態、降りてきた状態で止める、グラス入れる、ここに相手がいると思って、目の前に相手が、ここに足元にボール入れて相手目の前にいる、グラス入れる、じゃあちょっとこの練習、相手から外すというよりかはボールをずらして入れる、はい、じゃあ行こう、佐藤、はい、ありがとう、でテンポよく、テンポよく、おう、止める、1回でターン、横をずらす、ずらしてからね、はい、意識しよう、違うところに、横ずらして、切れる、はい、これ入れて、もらい方ちょっと気をつけて、もらい方まっすぐもらわないように、ちょっと半身でボール打てるように、おー、スムーズにスムーズに、はい、ターン、ずらす、切れる、おー、はい、おー、ちょっと半身で打てる、はい、ハンミで受けた、ハンミでボールの置きどころね、ボールの置きどころ、はい、ボールの置きどころ流さないよ、できたらここのところでボールちょっと流すような感じ、流して流して、ここでボール止めたい、そしたら前向けるよね、一回ここにボール止めるのとここにボール止めるのと大きな違いだからね、そういうとこちょっと細かいところだけどこだわってやっていこう、はい、はい、じゃあ行こう、佐藤、はい、頑張ろう、おー、置きどころ暮らして、あ、流れてる流れてるぞ、ボールがなんとなく流れない、足元ピタッと止めて暮らす、おー、ナイス、もういいぞ、一緒でコントロール入ったら今度はどれぐらい斜めに入っていこう、横にで2つ1、2のところで今度ボール入れる、 OK、 ボール持ったら相手が前にいるイメージ持って前にボール運べないから自分でずらして覗いて覗いてボール入れるから、 OK、 ここのところをコントロールしてドリブルまでスムーズじゃあいけるよ、 OK、 はい、じゃあ行こう、右回りで、はい、頑張ろう、ドリブル入る、手だけど、パス、コントロール、ドリブル入る、コントロールからドリブル早く、コントロールからドリブル早く、そう、2人揃えてな、2人揃えて、はい、はい、コントロールからドリブル早くして、スルーパスのイメージ、くさびのボール入れるイメージ、そう、